わあ、綺麗に食べられたね。記念に撮っとこうか。子供の写真ってあっという間に増えるよね。可愛くていくらでも撮っちゃうからな。これは初めてお風呂入った時のだ。おっと、姉ちゃんからだ。お姉さんから電話、もしかして。うんうん、そっか、おめでとう。あ、近いうちに。なんだって？姉ちゃんとこ無事に生まれたって、女の子。本当によかった。こちらがキングに住む騎士の久米さんと姪のかすみちゃん。藤君と一つ違いね。仲良くしてくれるかしら。うん。かすみが生まれてから写真いっぱい増えちゃって。わかります。 SNS も最近はかすみとの写真ばっかりで。あ、そういえば久米さん更新すごいですもんね。そうだった、お姉さん映えのためには見境ないとこあったな。あ、待って待って、食べる前に写真撮らなきゃ。ほら、そらさんも入って。いや、私は SNS に顔出すのとか苦手なんで。女の子複数いるのが映えるのよ。少しくらいいでしょ。でも久米さんアップするとき顔隠してくれないじゃないですか。だって顔隠すといいね減るんだもん。写りに自信がない子と一緒にいるって思われるのも嫌だし。じゃあなおさら私が写らない方がいいのでは。やーね、平凡なソラさんと比較するから私がより映えるんじゃない。ソラさんは私を輝かせるためのいわばレフ版なのよ。遠慮しておきます。これで悪意ないんだもんな。怖いな怖いな。そうだ、で久米さんに会う機会も減ったんだったな。ほらこれいい感じでしょ。子供も当たり前に顔だし、まあよその方針にとやかく言うわけにもいかないか。かわいいでしょ。あとこれ、これはすごいいいね来たの。これはかすみちゃんの入浴時やおむつ替えの写真。加工してるのに考慮すべきとこ無修正だし、久米さんこれはさすがにまずいんじゃないかな。何が？赤ちゃんでも裸の写真をそのままネットに上げるのは顔も出ちゃってるし。だって顔が可愛いんだから隠したら意味ないじゃない。こんなのただの生活風景だし、普通の一般人の写真よ。変に考えすぎ。でも久米さん近所の景色とかも SNS に上げてるし、万が一があったら。万が一って何よ。芸能界にスカウトされたりとかだったら最高。ダメだ、全然分かってない。カクカクシカジカとヤバヤバでどうしたもんかなって。マジか、俺からも姉ちゃんに言ってみるよ。しかしわざわざネットに上げなくても我が子の記録を残すだけで十分じゃないか。あんたまで何言ってんの。せっかくいい写真撮ってんだからみんなに見てもらいたいじゃない。それが親心でしょ。あのな、見せてるのは子供のすっぱだかだぞ。ああ、もうしつこいわね。かすみはあんたらの子供でもないじゃない。うちの子の写真どうしようと勝手でしょ。だいたい可愛い子供の写真を世間に広めないなんて育児放棄と同じくらいの怠慢じゃないの。なんだよその理屈。やっぱ身内が言ってもダメか。説得の手立てもないまま日は流れ。あらあら、そらさんもこのイベントに来てたのね。あ、こんにちは、久米さん、かすみちゃん。ほら、かすみ、ポーズポーズ。まさかとは思うけど、でも、あの、久米さん、今日はうちの子も水着ですし、写真は SNS に上げないでくださいね。あー、はーはい、わかってるわ、かすみの写真だけね。本音はかすみちゃんのもやめてあげてほしいけどな。パッチリ二人の水着写真アップされてるし、どこのプールかも子供会の集まりだっていうのも全部ただ漏れだし。久米さん、だってあれが一番かすみの写真写りよかったんだもん。私は藤君を撮るつもりなかったけど、偶然写り込んじゃったなら不可抗力よね。削除嫌よ。勝手に人の写真に写り込んだのが悪いんでしょ。こっちには関係ないわ。そんな、コージーどうしよう。たっか、あの分からずやが。ってことで俺たちだけじゃ聞かないんで、お兄さんからも注意してやってくれませんか。あいつこんなこと。俺は SNS とかには疎くて、嫁が迷惑かけて申し訳ない。よかった、結婚相手はまともな人で。その夜、かすみは俺の娘でもある。あられもない写真がネットに公開されてるなんて冗談じゃない。弟夫婦にも注意されておきながら、どうして危険性が理解できないんだ。こんな山ほどある写真をいちいち消してたら拉致が開かない。アカウントごと削除するんだ。はあ、嘘でしょ。ここまでフォロワー集めるのにどれだけ。ならこれ以上お前にかすみを任せられない。娘を守るためには離婚だって視野に入れなきゃならん。ちょ、そんなことで。それほどのことをしてるんだよお前は。わかったわよ。で、お兄さんに随分と説教されたみたいだな。本当にアカウントごと消したんだね。まあとりあえずは一安心かな。おじくん、かすみちゃんおはようございます。しかし、はあ、こんなに新しい写真撮ってもアップするとこないんで生活に張りがないわ。ああ、これだってあげたら絶対バズるのに。ちら、柳はろくに SNS やんないし、コーチたちにさえバレなきゃそろそろ新しいアカウント作ってもわかんないわよね。結局技師は全然懲りていなかった。あ、またいいね来た。この人前のアカウントもフォローしてくれてた人じゃない。あ、やっぱ今時 SNS はやってないとね。うん、個人メッセージ。かすみの写真を広告に使いたい。嘘、これって仕事のオファー。有名人じゃない。やったわね、かすみ。さすが私の子。ん、それからというもの、一回受けたら芋づる式に仕事が来るわね。アイドルのママも大変だわ。ただいま。あ、あなた、ちょっと相談があるのよ。事務所のスカウトをかすみに。そうなの。
前のアカウントでかすみを見かけてぜひって言われちゃったのよ。本当はクライアントのツテで紹介された仕事だけどね。確かに立派な仕事だが、幼いかすみにやりたいっていう意思があるとも思えないんだが。ちゃんと本人から聞いたんだものね。かすみかすみが有名になってみんなに注目されるアイドルになってくれたらママもすっごく嬉しいのよ。よくわかんないけど、じゃあかすみやってみたい。ほら皆さん、それ誘導してないか。結局技師の押し切るままにメインの仕事は増え、はいはい大丈夫です、スケジュールは空けますんで。あ、かすみ明日も撮影入ったから早く寝るのよ。でも私もうずっと幼稚園行ってない。お仕事なんだから仕方ないでしょ。幼稚園なんて別に行かなくてもいいんだから。それでは朝のお歌を歌いますよ。母上、今日もかすみちゃん来なかったです。どんどん出席日数減ってるじゃない。お仕事をしてるってのは聞いたけど、かすみちゃん幼稚園いつも楽しみに来てたのにな。ちょっと心配だな。またお兄さんに相談してみるか。ああ、連絡帳を見て出席の件は俺も下見に指摘したんだが。何言ってんの、幼稚園より仕事の方が優先に決まってるでしょ。今度大きな仕事も入ったし、幼稚園なんて誰でも行けるけど、この仕事は誰でもできることじゃないのよ。子役の仕事は今のうちにしかできないんだから、今実績積んでおかなきゃいけないのよ。けど、もともとかすみの意思を尊重して始めさせたことだろ。かすみは幼稚園より仕事の方をやりたいって言ってるのか。決まってるじゃないね、かすみ。もっともっとお仕事して有名になるのよね。ほら、だからそれはお前が。結局親が言い合っても、当のかすみが下目の圧に押し負けてしまうから、話は平行するままで。そうですか。これじゃあ俺たちがあのバカ姉に何言っても変わらないよな。かすみちゃんの本心をどうにか引き出してあげないと。って言ってもな。数日後。マジか。あ、かすみちゃん、今日は来れたんだね。ひさみさんは。そうなの、あのモナチャンネルの生放送でかすみが出演することになったから。すごい、絶対見ろさ。私も私も。なるほど、今日は宣伝かつ自慢するためにか。まったく、かすみちゃんはお仕事楽しいですか。僕は幼稚園でかすみちゃんに会えなくて寂しいです。ふじくん、じゃあかすみもう行くわよ。ひさみさん、今日もお休みさせるんですか。ちょっと顔出しに来ただけで、これからまた仕事あるのよ。それじゃね。ちょ、ひさみさん。今思い出しても歯がゆい。あんなのかすみちゃんがかわいそうだよ。いい加減なんとかしてやらないと。もうすぐだっけ、そのかすみちゃんが出る生放送って。有名なチャンネルだし、もう視聴してる人もいっぱいいるな。私やっぱりかすみちゃんが望んでやってるとは思えないよ。では早速今日のゲストさんに本音トーク聞いていきましょう。僕は幼稚園でかすみちゃんに会えなくて寂しいです。私も本当は。かすみちゃん、かすみちゃんどうしました。あの SNS から話題になってきて、今の活動どうですかね。私、はい、本当はもう仕事したくない。私の写真がいろんなところに使われるのも本当は嫌。私はお友達と一緒に幼稚園行きたい。ちょ、かすみ、どういうこと。嫌がる子供に無理やりやらせてたのか。違う、私はかすみのために。ストップ、一旦ストップです。うわ、すごいことに。かすみちゃん大丈夫かな。ですから、本人からああいう発言があった以上、うちではこれ以上の契約は無理ですね。待って、あれは何かの間違いで。ねえかすみ、ちゃんとしなさい。私、いい加減にしろ。しさめ、かすみの本音を聞いただろ。かすみはもうやりたくないんだ。でも、でもじゃない。しさめを説得しようと悠長に構えてた俺も間違ってた。ごめんな、かすみ。前に言ったよな、かすみを守るためには離婚だって視野に入れると。ちょ待ってよ、これからって時に。これからなんてない、まだわからないのか。その後、お願いよ、なんとか柳を説得してちょうだい。子供には母親が必要でしょ。どう考えてもフォローのしようがないし、かすみちゃんの今後に姉ちゃんが必要とは思えないな。そんな、むしろどうして説得してもらえると思うのか。医師の抵抗もあえなく離婚は成立。お疲れ。それから、ほら、あの人よ、例の生放送のステージママ気取りで、子供の気持ちも考えないで最低の母親ね。何を何を、みんなして手のひら返して。違うな、母親失格、子供に謝れ。ああ、赤バンされた。ドン、いた。本当、私のこと話してる。あの生配信の話してる。人間不信になった義士のその後は行方知れず。義兄親子は、かすみのためにも別の町で心機一転した方がいいと思って。そうですか。せっかく幼稚園に通えるようになったのに、また寂しくなるね。藤君、大丈夫です。僕たくさんお手紙を書きますし、電車にも乗れるようになります。これからも寂しくなったらすぐ会いに行けますから。